夜空が満天の輝きに満ちる頃、素敵な物語をあなた。皆さんこんばんは。ゴールデンプレシアターへようこそ。案内役は私、ミッドナイトヴィーナスこと石田ルーです。ところで皆さんはこんな怖い噂をご存知？夜、落ちる夢を見た時、すぐに眠りから目覚めなければそのまま実際に死んでしまう。今宵ご紹介するキャサリンは異色の恋愛ホラー作品。ある呪いに取り憑かれた男の恐怖の一週間を体験していただきます。物語の主人公はヴィンセント・ブルックス、32歳。彼とても真面目で優しい男なんだけど、ある日恐ろしい悪夢を見始めてしまうんです。そしてさらに彼を襲いかかる甘い誘惑の嵐。いや、もう彼ったら老いたが過ぎるんだから。果たして彼、人生の山場を越えられるかしら。全ての結末はテレビの前のあなた次第。さあ、お待たせしました。いよいよ始まります。それでは皆さん、また後でお会いしましょうね。ねえ、聞いてる？ねえってば。ちょっと聞いてんの？ああ、うん。なんか疲れているみたいだけど、大丈夫？さっきからぼーっとしてるし。ああ、ごめん。仕事朝からだったから。なんだ？ひでえ夢。
もしもし。はい、知ってます。今日のレビュー俺も参加っすよね。マジですか。あ、いえ、バグだと思います。いえ、大丈夫です。今出ます。はい、あの、すみません。それより手当とかは出んの？手当？休日出勤のに決まってんでしょ。まあ、いや、特には。特にはってつくこともあんの？いや、ないけど。ないんじゃない。ほら、2個。なあ、キャサリン、死ぬ夢とかって見たことある？死ぬ夢？死にかけたとか？いや、死んでく夢、殺されてくとかでもいいかな。ないかな。殺す夢ならあるけど。え？君らしいよ。何それ。ねえ、私たちさ、何年目だっけ？え？そういや、何年になるんだ。長いから分かんなくなってるよ。あー、どうだったっけ。こっちが聞いてんのに。最近さ、やたら親が電話してくんの。どうしてんだって。へー。もう年だし心配みたいでさ。仕事忙しいのは分かってくれてんだけど。うん、別に今のままで楽なんだけどな。まあ、なんていうか、楽なのが一番じゃん。先のことなんて分かんないっつうか。一人暮らしの若い男性がまるで高齢者の孤独死のような状況で発見されたこの事件。詳しい死因はまだ特定できておらず、警察では事件と事故の両面から捜査するとしています。なお警察は始まってるから。おい、こっちビール2つね。はい。ケサリンがさ、最近やたら親が電話してくるって言ってんの。何が気にしてないって言ってんの。フェザーだろって普通ねえ先輩。それってどうなの。つうか先輩はまた当たっちゃってくださいよ。いいって嫌なんだよ。ああいうの。あ、それって結婚しろって意味じゃないの。やっぱそう思う。他にないだろ。そうか、結婚な。ガキの自分からお前とも長いな。いや、待てってジョニー、まだ決まってないから。彼女との結婚嫌なのか。そうじゃねえけどさ、大事だし一緒にいたいけど、なんつうか結婚はまだいいんじゃないのっていうか。わかんだろ、今がお互い気楽っつうかさ。お互いそれっぽいこと言ってたんだって。今も仕事第一ってか、もともとやりたいことやってくタイプなんだよ。知ってんだろ。いつまでもそうってこともないだろう。そういうんじゃねえって。きっとだいたい独身のお前に言われたくねえし。いや、俺は結婚は運命の相手とって決めてるだけだ。お前とは違う。今の彼女にも結婚する気はないって言ってあるんだ。運命の相手に会えなかったら。だったらする気はないね。当然だろ。さすがっす先輩。それより聞いたか、ポールの話。死んだってやつ。は？死んだ？え、ポールってあのポール？ああ、離婚したって話は聞いてたけど、元気そうだったからな、驚いたよ。なんで死んだんだ。事故か。いや、朝部屋で死んでんの母親が見つけたらしい。朝って、それ。ああ、原因不明って話だろ。ニュースになってるな。こ、怖え。マジっすか。明日の朝
俺たちも死んでたりしてバカやめろっての。またでっち上げて騒いでるだけでしょ。偶然っすよニュースとか。たくトビーは能天気だな。そういや朝のことだけどさ、実はガキん時以来の寝小便かましたんだよね。なんだよそれ。超怖い夢見てさ。ま、内容はよく覚えてねえけど。うわお前いくつだよ。32。知ってるよ。なんか聞きたくねっすその話。うるせえよ、マジ怖かったんだ。おいまだいろよ。なんか今日帰りたくねえんだよ。ならキャサリンに来てもらえよ。昼間会ったばっかだよ。それにこんな話また心配かけちまうし。ああ、ったくこんなやつのどこがいいのかね。ていうか悪い、明日早いんだ。まあ飲みすぎんなよ。つーわけっす先輩、悪いっすけどお先っす。君か、何を戸惑ってるの。早く扉に入りなよ。もう引き返せやしない。ここは罪人監獄、迷える羊が死ぬまで囚われる牢獄さ。じゃあ今夜も始めようか。ここって昨日の続きってことか。何なんだ。確かバーに女の子が来てその後、あーくそ思い出せねえ。どうなってんだ。